てますか？どこかで同じ空気を吸って、どこかで同じことを考えて、どこかにつながる道を歩き、どこかで同じ月を見る。どうしてあの時あなたに何も伝えられなかったんだろう。どうしてあの時あなたとさよならしてしまった。あなたは